皆さんこんにちは。ジャーナリストの篠原丈一郎です。今日もですね、今スタジオで、5月22日土曜日朝9時のですね、ニュース丈一郎の放送の準備に入っているところです。実はですね、このホワイトボードをね、書きながら、いろんなことを考えながらね、準備をしてるんですけどね、今回の特集はですね、特集2つぐらいで今考えてまして、オリンピックとこの人権外交、詳しいことはね、別としてですね、どうもね、オリンピック、これ今東京オリンピックやるかやらないか、なんか僕はちょっと、話としてはずれてるなっていうのは、政治が入ってくるとね、いろんな論争になってですね、今の状況じゃやるべきじゃない、中止すべきだってね、言ってる、例えば共産党みたいな党があると思えば、いや、これはやった方がいいと、みんなね、選手なんかのことを考えるとね、これやるべきだとかね、いや、絶対にこれね、今の流行り病ですね、これの、拡散というかね、蔓延を防止しながらやることはできるんだというような話をね、話し合ってるところがあると思うんですが、その一方で前私がお伝えしたようにですね、いろんな可能性について実務的に話されてるのは実際なんですね。また明日いろいろお話しますけどね、その中で実はね、2つのことがね、関わってるんじゃないか。一つはこの人権外交ですね。C 国がですね、非常に今2つの問題を起こしている。一つは香港のようなところをですね、香港は97年に、中華人民共和国としての中国に返還されたわけですけれども、その時にですね、鄧小平氏の指示もあって、ですね、それ以前にあってですね、一国二制度で半世紀間、返還後ね、半世紀間やろうということで、2047年ぐらいまではね、全面的にこの社会主義的なね、共産党執権のもとでの法律ではなくてね、民主制度やろうっていうところが、崩されちゃったと。一国二制度壊されてですね、国家保安法っていうのがね、香港にも、北京の政府との統治下と同じようにですね、かけられる。あるいはですね、これはもう時間がかかって やられて、しかもね、最近もう富に世界的に明らかになってきた、ウイグルの民族弾圧ですね、民族浄化といいましょうか、あるいはジェノサイドというふうに、英国やアメリカではですね、認定されてるんですけどね、そういう主にはですね、この人権上の問題で、いろいろ問題のある国で、開催するっていうのは良くないんじゃないか。来年の2月の北京のですね、冬季オリンピックですね、これについて、ボイコットすべきじゃないかというような議論もされてるんですけど、どうもね、そう単純ではないという話をね、明日やろうとするんですね。その意味で、例えば東京オリンピックの状況とその北京オリンピックの状況っていうのがね、どうも複雑に絡んでるんじゃないかという問題意識で、明日ちょっとね、ニュースをやろうと思ってるところなんですよ。例えば米国は本当にね、例えばボイコット強行とかね、アメリカの状況は明日詳しくあれですね、解説いたします。いくつか意外とですね、強硬論もあるんですが、どうなのかなと。こういうね、こういうちょっとね、線をつけるっていうのはね、ちょっとひねったことをやると面白いですね。特徴が出てきてね、案外ですね、これが複雑な状況だということをね、お伝えしようと。英国はと。
こういう感じでね書いてるわけですよね。で、まあ、これはもうかなりこれと別にねまた詳しく考えながら解説のボードを書きますけどね、この今1枚目書いてるのはですね、明日の全体のですね流れを最初にお示しするホワイトボードを書いてるわけですね。特集の2はですね、やっぱりこの問題避けられないなということなんですがね、特集の2ですね、特集の2は ここではねちゃんと書きましょうね。まこ内親王ですね、内親王、これがですねちょっとねショッキングなあれなんですよね、タイトルなんですよね。実は皆さんご存知かと思うんですけど、まあ、私はずっとですねこのいわゆる KK 問題と言われる問題ね、小室圭さんと眞子内親王のですね婚姻問題について、まあ、批判的にこの間いろいろ自分自身のですねメインのチャンネルでもあるいはこのニュース上一郎でもねお伝えしてきたんですけどね、まあ、いよいよですね、何か、まあ、報道から感じられるんですけども、ちょっと曲がり角に来たなという感じがしてるんですね。それで今日ショッキングな言葉を見つけたのはですね、例えばですねそうだな、これで言うとそうですね、感動という言葉が出てきたんですね。感動というね、感動ですか、これはショッキングな言葉なんで赤で書かなきゃいけないと。しかし困ったことにね、もう恥ずかしいんですけど不思議なんですけどね、まあよくコンピューターで原稿書いたらこんなことないんだけど、手書きにすると字がね分かんなくなってるんですよね。昔そんなことなかったんですよね。漢字には相当自信があって、僕小学校の教員の免許を持ってたもんですから、漢字の要するにね書き順も含めて特別な教育を受けてるんですよね。でだから普通手を覚えてんだけど、これでも小学校の時からね経験してる、小学校の先生をちょっとだけやった時から経験してるんですけど、大きいところに書くとねペンで書くのとちょっとねなんかノート手のねなんていうかコンビネーション崩れてきてね、漢字がいきなり分かんなくなったりね、勘違いしてね、違う字を書いたりしたことがあるんですね。本当要注意なんですよ、ホワイトボード書くときは。ね。これいろいろあるんですね。これは、ちょっとこれもショッキングな言葉、反射。反射問題、これあんまりハテナばっかつけるとハテナニュースになっちゃいますからね。これで、ここはねちょっとね規制語があるんでね、これだけこう書きます。宮殿下、これすごいですよ、こういうの判断しちゃうんですからね。こういうニュースが報じられ始めました。一時なんか週刊誌からもね、
大ネタとしてはね乗らなかったんだけどね、まあしつこくですね私の方もやってきてっていうことではないと思ってます。なんか動きがあったんだと思いますよ。年内決着の方向かと。それでですね、これちょっと余計なんですけど、いろいろ実は私もね、これはって思ったニュースは、ツイッターとか他の SNS でね、皆さんにちょっと注意喚起で、ちょっと一言添えて出したりして、皆さんのご意見を探るようにしてるんですけどね、この間のね、今、一挙に3つぐらい新たな記事が出てるんですね。それ皆さんお調べになればいいんですけども、それ全体読むとね、例えば一つ一つの記事、これ週刊誌の記事っていうのはね、率直に言うと脚色もあります。で、私自身が元ネタを書いた経験長かったんですね。いくつかの週刊誌の元ネタのメモみたいのを書いたり、実際取材をしたりしてきて、本当のことは例えばあるのに、例えばちょっと脚色したら、例えば A という事実があったら、A' か A2' ぐらいになるのは普通なんですよね。そのまま書くってことはまずないです。それからですね、極端な場合ですよ。私が経験したケースではね、前にもお話したんですけどね、上海領事館の自殺事件なんかは、A という事実を私が、現地取材もして掴んできたのに、もう C って全くもう全然違うじゃないかという記事を書かれちゃうときがある。これは大体政治的理由ですね。ある意味私は今何にもその縛られないで自由にこうやってやってるから、そんなことは絶対許しませんけど、もう食うためにやってた下請けの仕事ですからね。それで文句を言ったら仕事来ないわけですよ、もうね。そういうのは実態ですよ。でも、この間ね、例えば、今回3つぐらいの雑誌で、で、いろいろ僕は雑誌の関係者にも聞いてますけど、情報交換もし合ってるみたいですね、最近はね。いうことなんで、3つ出るっていうのは何かしら動きがあったと。まずね、そういうふうにね、感じなきゃいけない。要するに、一つだけなんか雑誌で取り上げて他が全く無視っていうことならばね、これはね、たまたま、ちょっと穴埋めるのも必要だなとか、あるいはちょっとね、ネットの世界でかまびすしくなったんで、取り上げてみようよと、観測気球的に取り上げてみようよって記事の場合もあるんだけども、3つですね、1日2日のうちに相次いで出てるということになるとちょっと違います。これはネタ元の方に動きがあったと。で、書いてるものはそれぞれ、違うようで、何かしら共通の符号が入っています。そういうところを読み取るのが情報を読み取る上では大事なんですよね。明日はだからこの特集の2でね、こういうタイトルに今考えながらしましたけどね、この内心の感動はてなと、反射が問題、エーミア殿下近く決断、年内決着かと、いうようなことを後付けられる情報はこれじゃないかということを明日やろうと思ってるんですね。それとですね、他の話題ですね、他の話題ではですね、もう一つはですね、他の話題はね、こう星マークにしてるんですけどね、星マークで、で、なるべくね、前回のね、やり方を踏襲しながらやってるんですね。いうことで、そうですね。これもやっぱ青で書くといいんですね。空母の話をまた明日しようと。着々と向かってるんですけど、当初予定よりもかなりね、派手な動きをしてます。空母、Q ってあの Q じゃないよ。なんか、一部の人が騒いでる、あれじゃないですよ。Q、これで何か。ね。あ、こう QA じゃないな。QA じゃないな。ちょっと待ってくださいね。ちり紙をちょっとやんなきゃ。あ、あったあったあった。あります。
実はね、いざって時はこのね、汗拭きがちょうどいいんですよ。汗を拭きながら、ちょっと綺麗に消えちゃいますよね。で、これは E でした。エリザベスですからね。QE でクイーンエリザベス。ちょっとあれだな。アルコールっぽいので拭いたら少しにじみましたね。ストライクフォースって書く場合と、オペレーショナルフォースとかね、グループとか、オペレーショナルグループとか書く場合があるけど、一応作戦群にしておきましょうか。これですね、こっちに向かいながら、だんだんでかくなってるという話であります。これはまあ明日詳しくやります。これは14隻体制。これ初め9隻だったんですよ。動きながらこう変わってきたと。だんだんこっちに向かってきてるわけですね。で、向かってきてる目的はもうはっきりしてるわけですよ。この特集1にも関係あるけど、 C 国に対して圧力をかけてやろうということですよね。14隻体制、ここもね、これ使おうかな。こうやって破線を入れるだけでちょっとイメージ変わりますよね。はい。そうですね、この問題もちょっとやろうと思ってるのは、これは一応不満を聞いてるんでちょっとやってるんですけど、これは誰が悪いとか言うつもりないんですけど、自衛隊がね、ワクチンのね、接種に動員されたと。動員はいいんだけど、どうもこの法律的な裏付けがですね、ちゃんとしてないんじゃないのという話ですね。おかげでちゃんとしてないとどういうことが起こるかっていうとね、いろんな問題が起こるんですよ。一番問題なのはね、防衛費でやってると。で、これワクチン接種についてはですよ、まあ、新型コロナのですね、対策費から出すのが筋じゃないのと。で、それ自体が不足してるとかそういうことじゃないわけですね。難しいんですよ、これね。漢字間違わないよね。これでね、転換してみるわけですよね。これ、僕としてはね、なんかね、過去もあったんですけど、なんかね、うまくいかないことはね、穴埋めで自衛隊を使ってしまおうと。いうようなね、話がね、よくあるんですね。これよくないと思うんですね、私はね。で、これ実はですね、こうやって明日のニュース上一郎にですね、話が来るまでにですね、
結構ですね、いろいろリサーチをしてもらってまして、この辺ですね。そういう中でもいろんなそのニュースがですね、メモと一緒に来てて、これを取り上げようってなった時にいろいろ詳しくですね調べて、まあ、取材も可能な時はやりましてね、こうやって選んでるわけです。まあある程度ね、今日の段階で大体決めようということなんですけどね。あと一つをどうしようか、これ実は今決めていませんが、できれば決めてしまおうと思います。できれば決めてしまうときにですね、ざっと今メモリストをね、見ますとね、そうですね、メモリストを見ますとどうなりましょうかね。結構相次いでいろいろね、相次いで経験問題は出てますね、そういうことあるんですけど、半導体問題っていうのもあるんだけど、これはちょっともうちょっとね、情報をまとめてからの方がいいかな。それからですね、そうですね、小ネタでやりましょう。これ決闘、これはね古巣の話ですからね、まあ私に取り上げられたくないと思いますけど、決闘100年、もうこれでわかるかな。決闘100年、こんな古いと一つしかないよね日本は。記念映画、100年の記念映画で、おなじみの日本共産党ですね。いや実はもっとね、本来来年はね、日本国民全体では記念すべきものっていうのはあるわけですよ。沖縄返還から50周年でね、これは誠に光栄なことにね、日本政策研究フォーラムのですね、理事長の中村悟さんからですねご指名いただきまして、私も政策委員の一員に加わらせていただいたんですが、沖縄返還50周年記念映画の制作委員会に真っ先に置いてもらうことになりました。監督はですね、恵みへの誓いを取りになって今話題になっているですね、信翔監督です。まあ何人かでですね、今この事務所も舞台にしてですね、いろいろ相談をしているところで、まあ寄付なんかのね、まあ寄付というか基金を作ろうって言ってるのかな、募ってやろうということで、結構ですね反応が良くていろいろ動いてるんですけど、果たしてですね、ある意味ですね、まあ、共産党まだおやりになっている方も本気で思っている人いるのかなと思うけど、まあ、ますますですね孤立を深め、自分たちと同じ主義を掲げたですね、世界の勢力はますますこうやって嫌われてですね、それで100年経っても革命ができない党の記念映画って果たして作る意味があるのかという思いがあるんじゃないかなと。普通はね、私もこの記念映画じゃないけどね、折々にですね10年おきの単位で共産党って自分の歴史の方を自分で自画自賛で作るんですね。まあこのちょっとした秘話も明日ご披露しようと思いますけどね、結局ね自分でね自分のことを褒めるものをね作ってはダメなんですよ。
結局そこで嘘が生まれる。ましてね、政治に関わるものがやるとね、どうしても政治的意図入っちゃいますから、真実を伝えることにならない。日本共産党の歴史っていうのは、私逆にやってただけにいろんなことを知っているし、まあプラスの面がなかったとは言いませんよ、なかったとは言わないけど、歴史に大きく果たした役割ではマイナスの面が大きいですよね。なんでそうなのか、マイナスなんてないよなんて言う人いるのかもしれないけども、なんでマイナスなのかっていうことを正しくね、総括することが一番大事ですよね。でやっぱり共産主義っていうのは、実は20世紀にね、大体においてですね、たくさんの犠牲にしてですね、戦争を引き起こす原因になったという点では、やっぱり失敗してるわけですよ。だ共産主義の総括っていうものはね、でもされてないのね。されてないで何か曖昧にしてですね、共産党の票が欲しいからってことで、いろんな野党がね、今せめぎ合ってですね、まあ立憲民主党なんかも今立憲共産党なんて言葉になっちゃって、この間の文化人放送局出たらですね、立憲共産党にしろなんて私が言ったんですけどね、そういうような話題になってるんだけど、結局共産主義はここは良くないよと。いや、マルクシズムのね、いいところとか、私はだから本来マルクス主義のいいところっていうのは、ちゃんと拾い上げて悪いところはきちっと克服してやればいいと思ったんだけど、全然そういう方向にいかないんですよね。結局組織、思想としての原理と組織原則ね、テロリズムと秘密結社の組織原理である、民主集中性、実際は先制的上位が立つ集中性なんですね。意見言ったらすぐクビになるようなね、私がクビになった時に見本です。そんなようなところをですね、反省しないでね、100年経ったから記念映画っていうのもね、なんかみんな、もう半分以上言っちゃったかな、明日言うことをね、言っても言い足りないんで、少し言っときますということですね。そういうようなことですね。だから明日、これ、結構小ネタも明日面白いのをちょっと準備してますんで、ぜひですね、2021年5月22日土曜日朝9時からのニュース丈一郎、皆さんご覧になってください。今日も何気にメイキング動画を撮りました。どうぞよろしくお願いします。